川。川は、絶えず、水が流れる細長い地形である。雨として、落ちたり地下から湧いたりして地表に存在する水は、重力によってより低い場所へとたどって下っていく。それが繋がって細い線状になったものが川である。河川とも言う。時期により水の流れない場合があるものもあるが、それも含めて川と呼ばれる。河川の水流は単純なものではなく、 川底の地形などによって、二次流、回転流、螺旋状の流れなど様々な流れが発生している。河川には、沿岸や川底を削り取った土砂が含まれているが、この土砂は、沿岸の土質によって含まれる量が異なり、沿岸が脆い土質だったり、森林伐採などにより、拉致となっている場合には多量の土砂が含まれ、濁った川の色となる。こうした土砂の運搬は、 水流によって砂礫がそのまま機械的に流されていくものと川の水に溶け込んだ土砂が流されていくものとに分かれる。河川の流速は一般に河川全体の勾配に比例しており、源流の標高が高く河川長が短いほど流速は速くなり、急流となる。一般に日本の河川は勾配がきつく、流速が速い傾向にある。また、河川の最小水量と 最大水量の差を川橋係数と呼び、この係数が大きいほど、滑水期と雨期の流量の差が激しく、治水や離水が困難となる。川橋係数は、雨期と寒期の明確な区別のある、乾燥地帯を流れる河川、ニジェール川など、や、雨期に大量の降水がある上全長が短く降雨が、一気に稼働に集中しやすい日本の多くの河川において高くな傾向がある。 地球上の水の97%は海水で陸にある水は3%である。陸水の大部分は北極、南極に集中する雪や氷と地下水として存在するので河川水は地球上の水の0.0001%にしか当たらない。絶えず流れを降りながら尽きることがない川の水は地球規模の水循環の一部である。川に流入する水の源は 究極的には、雨や雪などの降水である。降水が地表で直接河川に流れ込む以外に、地下水から川に入る水もある。雪や雨は一時的な現象なので、川の持続的な水源は、地下水であるところが多い。地下水は、地表で流れ込むとは限らず、直接川底に流出するものもある。他に、湖沼から流入したり、寒冷気候では万年雪や氷河に由来する水も、 入る。人間が利用した後の処理済み、未処理の排水も川に入る。川からの流出で最も見えやすいのは、海や湖床に流れ込む部分である。他に、表面から蒸発して、大気中の水蒸気になったり、川底から染み込んで、地下水になったりする。常時流水がなく、降水陣以外は、水の流れない、いわゆる水無し川も存在する。水無し川は、 周囲の降水が少なく、水が流れない場合と、川床の土質が水を吸収しやすく、流水を吸い込んでしまう場合が存在する。特に乾燥地帯では蒸発、浸透が大きく、降水時のみ流れたり途中で枯れてしまう川がほとんどを、締め、これを和地と呼ぶ。また、特に石灰岩地域においては、地表から吸い込まれた水が、地下の不透水地層に遮られて下流へと流れ出し、 地下に河川が成立する場合がある。こうした場合、しばしば地下河川には、小乳道が成立する。川によっては人間に利用される部分も大きい。流入量と流出量を推計して、全体の流れを見たものを、水収支という。川においては川そのものの水収支の他に、流域の水収支に関心が寄せられる。水収支は1年以上の長期を取ればほぼ釣り合うが、 短い期間の量の増減と収支のバランスは日々の天気やそれを通じた季節変動に大きく左右される。稼働は通常一本ではなく樹状構造をとり、本流に各地から集まってきた支流が流れ込む構造となっている。こうした河川の集合を水系と呼ぶ。各水系はその水系に流れ込む水を集める領域、集水域を持ち、 その総合を流域と呼ぶ。各河川の流域は両線などによってかなり明確に区切られており、その境界を分水界、山岳である場合は分水嶺と呼ぶ。本流と支流の区別は厳格な基準があるわけではなく、本流より長く、水量も多い支流は珍しくない。例えば、世界3位の長さを誇るミシシッピ川は、本流よりも支流であるミズーリ川の方が長く、 川の長さも、湖川の源流からの長さで計算されている。また、支流は本流に流れ込むものであるが、逆に本流から流れ出して海へと注ぐ、葉川、分流も存在する。葉川は、多くの場合、下流域に集中して存在し、特に三角州においては多く見られる。こうした、葉川によって、三角州に流れ込む川の多くは、複数の河口を持つ。 川口部においては、流速や水位が潮の干満の影響を受けて、変動する区域がある河川がある。こうした河川は、漢字を河川、影響を受ける区域は、干潮域と呼ばれる。干潮域は、気水域となっており、氷層の軽い河川水のもとに塩分を含んで、重い海水が潜り込み、塩水くさびと呼ばれるくさび型の海水の侵入をなす。干満の差が、 特に大きい場合には、満潮の際に海水が、断波と呼ばれる、垂直壁状の波となって激しく逆流する、津波という現象が発生する。特にブラジルのアマゾン川で発生するものは、ポロロッカと呼ばれ、広く知られている。稼働は、高級的な構造ではなく、自然の状態では、水の核作用、土壌の侵食、削り出した土砂の運搬、 流れが緩やかな部分への土砂の堆積によって、数年から数十年、百年以上も単位で位置を変える合わせがある。また、河川はその出来てからの地形の変遷によって、幼年期、青年期、壮年期、老年期に大まかに分類される。まず平原の低いところに水が集まって稼働が形成されるのが幼年期である。青年期になると、浸食が進むことで峡谷が形成される。 峡谷は水量が多く侵食力の大きい下流の方が深く広くなる。また同じ理由で渓谷は川口付近に誕生し時とともに上流へと伸びていくこととなる。創年期に入ると侵食は流域の全域に及ぶようになり源流である山岳も削られて鋭いものとなる。一方で下流では堆積が進んで平野が広がるようになり堆積物による 三角周も川口には形成されるようになる。老年期になると侵食作用が著しく進み、三角はすべて削られ尽くして、純平原が広がるようになる。こうした純平原には、三角のわずかな残りである残球が点在している。そしてこの純平原が、地殻変動などで流気することによって、再び老年期からの川の成長が始まる。なお、実際には、 老年期にまで達する河川はごくわずかで、地球上にあるほとんどの河川は、幼年期から壮年期に属する。これは、地殻変動や火山噴火、気候の変化や海面の高さの変化などの様々な要因によって、老年期に達する前に地形の若返りが起こり、そこから、再びサイクルが開始されるからであるとされる。こうした川を中心とした地形の変遷は、地形輪廻とも呼ばれる。 川は水を運搬するだけでなく、水流によって、川底や川岸の土砂や岩石を削り取り、長期的には峡谷を形成しながら、下へ下へと沈下していく作用を持つ。このような川の作用を、風化作用、もしくは浸食作用と呼ぶ。河川の水源は、湧水や泉などが多い。山岳地帯に存在する湧水や泉から、河川は始まり、渓流として、 山岳の斜面を流れ下るうちに、各地の水源からの流水を合わせて沢となり、太い流れとなっていく。こうした、源流部においては、勾配が急であるため河川の侵食作用が激しく、山体は徐々に侵食されていくが、特に侵食が激しい河川において、侵食の先端が他の河川に到達した場合、前者の河川が後者の河川の上流部を丸ごと奪ってしまう場合が存在する。 これを河川争奪と呼ぶ。河川争奪が起きた場合、奪った側は流量の増大によって侵食力が大きくなり谷が深くな一方、奪われた側は流量の低下によって土砂を運搬することができなくなり、残った支流からの土砂が堆積するばかりになるため、広い谷が形成される。また、山岳地帯において侵食は一様ではなく、水流が断崖に出た場合や、 川床の地質が固く侵食が食い止められる場合には侵食に段差ができ、この場合水流は滝となって落差をつけ垂直に落下する。なお、河川は海岸で途切れてしまうわけではなく、海底国をなして海洋のかなり深くまで地形的に連続していることがある。これは氷河期などによって海面が低下した際に河川がそこまで流れんでいたものが、 そのまま残されたものである。また、海に流れ込んだ河川の水は、しばらくの間周囲の海水とは、ある程度異なった水海をなすことが多く、アマゾン川のように非常に水量の多い河川の場合、川口から数百キロメートル先においても、周囲とは明らかに塩分濃度や成分の違った水海となっている。川によって侵食された粘土や砂礫は、流水に溶解したり、 単に流されることによって、より下流へと運搬される。このような川の作用を、運搬作用と呼ぶ。川の下流に堆積する堆積物のうち、特に粒手や巨礫などの採折物は、角が丸くなっているものが多い。これは、岩石が採折された際には、切断面を残し角張っていたものが、運搬によって徐々に削られて、角が丸くなるためである。 川が運搬する粘土や砂力は、勾配の緩やかな下流付近で川の流速が弱くなることにより、その流形によって振るい分けられながら、徐々に川底や貸しに集積され、堆積物となる。このような川の作用を堆積作用と呼ぶ。山岳地帯から平野部に河川が流出する地点においては、山岳地帯で流れ込んだ大量の土砂が扇形に広がって堆積し、 戦場地を形成する。特に中流域において、地殻変動により地面が隆起した場合、河川が下国して、それまでの河岸平野を高原上に取り残してしまう場合がある。これは河岸段丘と呼ばれ、段丘という名の通り稼働に沿っていくつかの段をなすことが多い。流れのうち、緩やかで淀みがあり深い地点は、プチと浅く、急流となっている地点は、瀬と呼ばれる。 また、堆積物が川の中央部に溜まって、陸地となることがあり、これを泣かすという。河川が運んできた堆積物によって、河川の下流部には、広い平野が形成されることが多く、これを、中石平野と呼ぶ。工術の氾濫源や三角州も、中石平野の一部である。また、山岳部においても、勾配の緩やかな地点においては、上流からの土砂が堆積し、 しばしば谷底平野が形成される。河川の増水時に、河道から水が氾濫する一帯を氾濫源と呼び、水が得やすく土地が肥沃なため古くから農業に利用されてきたものの、河川が増水した場合には当然本来なら水没してしまうため、それを抑えるために様々な治水が行われてきた地域でもある。氾濫源の河道のそばには河川が運んできた土砂が堆積して、 微光地をなすことが多く、これを自然堤防と呼ぶ。これに対し、その背後に広がる低地は、後廃湿地と呼ばれる。なお、人類が堤防を建設して、稼働を固定した場合、上流から流れてきた土砂は、稼働の中に限定して堆積するため、稼働自体が周辺の平野よりも高くなってしまう場合がある。これを天井側と呼ぶ。特に下流部においては、 稼働は蛇行することも多いが、洪水などでその流れがショートカットされた場合、残された旧稼働にはしばしば稼働の形の湖が形成される。これを三日月湖と言い,い、自然の流路変更のほか人間による河川回収によって流路が変更された場合などにおいても形成される。川口部には上流から流れてきた砂やシルトなどの堆積物が集まりやすく、 大型の河川では三角州を形成することが多い。三角州といっても、堆積物の量や注ぎ込む、海の状況によって様々な形状があり、海流が弱い場合は、ミシシッピ川のように海に長く張り出す形をとり、また強い場合は、ニジェール川のように、川口部では、海岸線が膨らむものの直線的な海岸線となる。また、ガンジス川のように潮石の影響が強い場合は、 三角州のそれぞれの巣は沖合に細長く、また三角州全体では線形に幅広く広がる。三角州は上流からの肥沃な土が堆積しており、また河川の水も豊富なため、各地で農業開発が進められ、大穀草地帯となっていることが多い。ガンジス川やメコン川、ナイル川のデルタ地帯がその例である。普通の川は高地を水源とし、海洋に注ぎ込むが、 内陸河川は海洋に注ぎ込む前に水量が大幅に減って海に注ぐことなく消滅してしまう川である。中華人民共和国内モンゴル自治区の黒川や北アメリカ大陸のグレートベースンが知られている。また、パリム川トロップノールのように海洋ではなく閉鎖された故障に注ぎ込むものもある。また砂漠などに水が飲み込まれてしまうものもある。日本は法律である。 河川法や地方自治体の一部条例で川を国土交通省や各自治体が管理している。河川は下記に分類される。これらは治水の難度や整備の重要度から判断され分類される。一級河川、二級河川で指定した河川の区間より上流域を巡洋河川や普通河川としたり、逆に上流の名称の異なる河川も含めて一級河川。 二級河川に同じ河川として含める場合がある。したがって、これらの指定範囲は実際に故障される範囲と一致しない場合が多い。河川の流量は降水量、流域面積、流域の状況によって変化する。河川の流量は知式で表される。フォーミュラ1、フォーミュラ2、九、河川の年間流出量、m 九、河川の都市平均流量、メートル毎秒キロ、 流出係数 P 年間降水量ミリメートル A 流域面積キロメートル河川の流量を多い順に日数で並べたもので河川の管理に重要なものである河川は流域の熱を吸収し下流に運搬する作用があるこのため河川の温度は一般に源流において最も低く下流に及ぶにつれて上昇するこれは温帯に限らず熱帯 極地でも成立する。このため、河川流域の樹木を伐採すると、素早く熱が河川に運搬されるため、一般に気温が下がる。これは、地表の日照が増えることから気温が上昇するだろうという直感とは逆の結果である。人類文明にとって、川は様々な用途に役立つ非常に有用なものである。人類の最初期に成立した文明は、 エジプト文明がナイル川を、メソポタミア文明がチグリス川及びユーフラテス川を、インダス文明がインダス川を、黄河文明が黄河をそれぞれ基盤とするように、かなりの文明が大河川を母体と子孫の流域に広がったものだった。川は台風や集中豪雨などによって一時に大量の水が押し寄せた場合、本来の河道から水があふれ周囲へと流れ出すことがある。 これは、洪水と呼ばれるが、川の周囲には、多くの場合人間が特に集中しており、大きな被害をもたらすことが多い。こうした水害から、人命や財産を守るための取り組みを治水という。地球上の多くの文明は、川のそばに位置するものが多く、そのため川の氾濫を抑えることは、文明の最重要課題の一つであった。中世平野の上に社会を築く日本にとっても、 地水は古来不可避の課題であった。こうした洪水を抑えるため、古来より各文明は様々な手段を講じてきた。水源近くによく整備された森林を整えて水源林とし、洪水を一時的にプールすることで豪雨時の増水を抑えるとともに渇水時に一定の流水を確保することや、稼働のそばに堤防を築いて稼働をコントロールするとともに豪雨時に 稼働から水を溢れさせいこと、流路にダムを築いて、土砂の流出を防いだり、砂防ダム、本流などにもっと大規模なダムを築いて貯水する、遊水地を確保して洪水時に水をプールする、分水路や排水路を建設して、水を逃がす経路を作る、逆に締め切り包みによって、分流を締め切り、川の流れを一箇所に集めコントロールしやすくするなど、こうした治水手段は多岐にわたる。 こうした目的で、特に近代以降工業力が増大し、大規模な工事が行いやすくなると、ダムや堤防の建設が盛んになり、まただこうする稼働を直線化して、流れを良くすることも行われるようになった。一方で、堤防などの構築によって、自然豊かな産地からの流水が、平野部に流入しなくなると、土地固有の生物種の変化が生じたり、窒素やリンといった、 栄養塩の供給が断たれる弊害も生まれるようにいった。また、特にダムの建設には、稼働のそばに住んでいた住民の大量移住が必要となるなどの弊害も多い。また、産地における森林の荒廃や、堤防工事の進捗によって、水が稼働に集中するようにり、集中後雨時には、水位が上がりやすくなってきているなどの問題もある。河川を流れる水は、生活、 工業、農業の核用水としての利用や水力発電も行える貴重な資源である。利水のためにダム、石、用水路、川口石などの施設を建設する。地球上のすべての文明は農耕を基盤とするため、農業用水の源としての河川は文明の使命を制する存在であり、工業時代に入ってもその重要性は衰えなかったばかりでなく、 工業用水の供給元としても、さらに規模を拡大し続ける農業の水源としても、そして増大を続ける人口を支える生活用水の水源としても、河川の重要性は増大し続けている。一方で、中国の河北平原を流れる黄河や中央アジアを流れるアムダリア川やシルダリア川のように、流域人口の増大や農業開発の促進によって、流域の水需要が 河川の水量を超えてしまい、高河では暖流をしばしば引き起こすようになり、アムダリア川、シルダリア川では、両河川の注ぎ込むワラール海が干上がってしまうなど、水利用のバランスの崩壊が深刻な環境問題を引き起こしている例もある。また、国際河川の場合、特に乾燥地を流れる河川においては、水の分配は死活問題であり、深刻な国際問題となることが珍しくない。 チグリス川とユーフラテス川においては上流部を領有し水源を握るトルコが1976年にキャップ計画を策定して両河川に多数のダムを建設し沿岸地域を考えしたがこれは下流域のシリア及びイラクとの深刻な対立を引き起こしたまたナイル川では1959年に結ばれた水利協定によって下流部のエジプトが 流量の大半を利用できることになっているが、このエジプトに極めて有利な協定は、ウガンダやエチオピアなど上流域諸国の強い反発を呼び、2010年5月には、ナイル流域協力枠組み協定という新協定が、できたものの既得権を手放すこととなか流域はこれを拒否し、一方上流域はこれを受け入れて対立することとなった。河川の重要な役割の一つに、 飲料水の供給があるが、特に都市部において、都市中心部を流れる河川からの水道用水取水は、通常行われない。これは、都市部を管理する河川の多くが、水質汚染の問題を抱えており、浄化に費用がかかる上に処理を誤ると、薬病の蔓延する状況を招きかねないためである。実際に、産業革命期においては、都市内の水質汚染が急速に進む一方で、 飲料水は河川から取水されることが珍しくなかったため、薬病の流行の一因となった。現代では、先進国のほとんどで、河川の水を水道用水とする場合は、水質のきれいな上流に築かれたダムから飲水するか、また、河川の伏流水が豊富で清潔な場合はそこから、取水して水道に供給される子が多い。同様に、都市の排水路としても河川は重要であるが、 処理されていない下水が河川にそのまま排水されることが近代以前は行われており、都市河川の水質の急速な悪化を招いた。現代では下水道と下水処理場の整備によって、これらの汚染水のかなりが浄化され、都市河川の水質浄化が進んでいるところも多い。また、河川は動力源としても古くから利用されてきた。 古くは川沿いに設置された水車が貴重な動力源となっており、近代以降は川をせき止めたダムに水力発電機を設置し、主要な電源の一つとなっている。戦後の日本では1947年、電源開発促進法が制定され、復興のためのエネルギー供給源として河川が利用された。高度経済成長期には大都市圏での水需要が急速に高まり、 水資源供給の安定の向上が求められた。1961年、水資源開発推計ごとの開発計画を決定、実行していくことを目的として、水資源開発促進法、及び水資源開発講談法が制定された。しかし、急激な水需要に、ダム建設などの対策は間に合わず、福岡、高松、松江などの各地で、水不足が生じた。 河川の上流部に位置する山地からは土砂が流入し、岩石なども自然の風化等によって砕かれ流れとともに再流化しながら川口または途中に堆積する。堆積物も,も流れに応じて再び川へ流入する。日本では1年間にお,およそ2億立方メートルの土砂が山地から河川へ流出していると推定されており、半分程度の約1億立方メートルが川の途中の ダムや砂ダム、堰などに堆積して、残りが河口まで流れ下ると考えられている。土砂は、利水用ダムの機能を減災したり、堤防で仕切られた下流の川床を上げることで、決壊のような洪水のリスクを増した、リストメ、砂防ダムなどで流入量が調整される。河川に、このような人工物が存在しない時代に自然に形成された川口側の砂浜などは、 砂防ダムなどによる土砂の流入量の減少によって痩せ細る傾向がある。主に建築資材用として大きな河川の川床より大規模に採砂が行われる。日本でもかつては大量の採砂が行われていたがダムや堤防による自然流入量の減少に対して過大な採砂が環境に悪影響を及ぼすとして規制され、1976年には 全国合計で約4000万立方メートルだった砂利採取量が2000年には約1100万立方メートルにまで減少した。河川は古くから船舶による交通路として用いられてきた。他の交通手段として馬車程度しかなかった時代には船舶での交通は多くの物資や重量物を運搬するのに最適であり、川を下る場合には高速な手段でもあった。 そのため、利水の加水運も都市の形成にとって重要な要素であり、物資の運搬に有利であることが河川沿いに多くの都市が発展した理由の一つである。特に大きな船舶も航行可能な水量の豊かな河川は内陸部の物資輸送に大きな役割を果たし、大陸を流れる大きな河川はいずれの国においても重要視されてきた。 例えばライン側の水運はドイツの代表的な工業地域であるルール工業地域の発展に貢献している。また水運の利便性向上のため河川の浚渫や河川につながる運河の建設も広く行われている。特に各大陸においてはドナウ川などのように複数の国家の領土内を流れる河川があり、こうした河川においては沿岸の国が条約を締結して 沿岸のみならずどこの国の船舶でも自由に航行できることとした国際河川となっていることが多い。特に水量の多く流れの緩やかなアマゾン川や長江においては川の遥か上流にまで外洋の大きな船舶が走行することができる。一方でこうした川においても主流の船舶は小型のものが多く、そうした小型船舶は外洋に出ることが難しいため、 川口部やその付近において外洋船と積み替える必要があり、ために大河川の川口部には大規模な貿易港が成立することが多い。ライン川川口部のロッテルダムや長江川口部の上海などがその例である。日本においても水運は主要な交通手段の一つであり、例えば、アド川などの多くの河川で上流で伐採した木材を下流に流す。 イカダ流しなども行われていた。また、トネウンガなど水運のためのウンガ建設も行われた。しかし、日本では河川が急流であり川幅も狭く、季節による流量の変化も大きく、四方を海に囲まれているため海運が発達したこと。また、日本が近代化を迎えた時にはすでに鉄道が開発されていたこともあって、ヨーロッパ諸国ほどの水運の発展は見られなかった。 明治期には、トネ川や信濃川などの大きな河川に蒸気船が就航し、河川交通の改善が図られたものの、鉄道の布施設が進むと速やかにそれにとって変わられ、明治時代末には船舶による河川交通は衰退した。現在では、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国においても、船舶の大型化や鉄道、トラック輸送との競合により、河川水運の重要性は低下しているが、 それでも、重量の重いものや危険物などには優位があり、河川水運は主要な輸送手段の一つとなっている。また、河川水運は、道路や鉄道に比べ環境にかかる負担が非常に低く、そのため、特にヨーロッパにおいては見直される傾向にある。多くの川では、漁業も盛んであり、重要な食料供給源の一つとなってきた。産業としての漁業のほか、 川釣りも人気のあるレジャーの一つである。また、近代以降稼働整備が進むにつれ、堤防の内側には広大な河川敷が広がるようになり、オープンスペースの少ない都市部においては、特にテニスコートや簡易なグラウンドとして整備されたり、河川に沿って遊歩道が整備されるなど、レクリエーション用の空間として用いられることがある。河川は水運によって、 両岸を結びつける働きもあるものの、渡し船や橋といった手段がない限り川を越えることは難しい。このため、古くから川は境界としての役割を持っていた。現代においても河川を国境とする国々は多い。日本においても千葉県と隣接各県のように河川を境界とする自治体は多く存在する。この場合、河川の中央線が国境線となることが多い。 しかし、河川は洪水などによって流路変更をすることも多く、山岳国境に比べて安定した境界とは言えない。そのため、流路変更した河川をめぐって国境紛争が起きることもある。逆に、アメリカとメキシコの国境線はリオグランデ川と定められているが、1906年に人為的に川がショートカットされたケツ南岸にアメリカ領の飛び地ができ、 そして飛び地であることが忘れ去られて、メキシコの施政下に置かれ、リオリコという町がメキシコ施政下で建設されたという事件もあった。1970年にこの事実が再発見され、この本来はアメリカ領であった地区はメキシコに正式に割上された。日本では1950年代から1960年代の高度経済成長期に産業排水、 生活排水が直接川に流されたため、水質汚染が深刻になった。これはまず公害病と悪臭の問題として取り上げられ、1970年制定、翌年志向の水質汚濁防止法などの対策が取られた。また、河川は人が自然と身近に触れ合うことのできる場であったが、都市化と地水を優先するあまり、河川をコンクリートの壁で隔てたり地下に通したりして、 憩いの場とは言えなくなった。地水が一段落し、水質改善の目処も立ち始めた1980年代には、このような状況を改善をするために、浸水空間の創出を意識した河川計画が立てられるようになった。さらに、河川、河畔の生態系が重要だと考えられるようになると、1990年の建設省河川局の通達。 多自然型川づくりの推進についてを転機にして、多自然型川づくりが今後の河川計画の基本とされるようになった。また、近年は河川の水質環境基準を達成していることが多くなり、類型の見直しなどにより、さらに水質の改善が図られている。川には様々な特有の生物症がある。上流域は起伏に富み、 流速が激しいので、養存酸素量も多く、水温が低く、貧栄養である。このような区域を渓流という。渓流では、水性の大型植物は少なく、岩の表面に、多数の軽装が付着している。動物では、川ネズミなどの哺乳類、ヤマセミや川ガラスなどの鳥類、アマゴやイワナに代表される、渓流性の魚類、川ゲラやカゲロウといった幼虫が、 水生昆虫である、昆虫類が非常に豊富である。中流域では、川原が広く、水流は遅いものの川底は、小石が露出している。このような区域では、河原には、柳のような樹木を含む、特有の植物群が発達し、川底には、軽藻が付着する。動物では、川ミなどの鳥類、アユやオイカワなどの魚類、それに川ゲラ。 カゲロウなどの水生昆虫が多数生息する。下流域では流れは遅く、川底は砂泥質となる。川沿いにはヨシやマコモなどの水生植物が茂る。動物ではアオサギやコサギなどが水辺に住み、ヨシワラには小鳥が住み着き、カモやシギなどの渡り鳥が立ち寄る場となる。また、船やコイなど死水と共通の魚や川口では、 ボラなど寄水性の魚が入り込む。シラウオなども下流から川口域の魚である。昆虫では、泥質の川底には、ユスリカなどが住み、魚の餌として重要な役割を果たす。またサメなど本来海に生息するはずの魚が現れることもある。低生動物の中で昆虫が大きな比重を占めるのは河川の大きな特徴となっている。これらは最終。 同定が比較的簡単である上、不栄養化の状態や汚染によって大きく影響を受け、その主素性がはっきりと変化することが知られているので、環境調査の上でとても重要な役割を果たしている。5おさむき